はい、どうもこんにちは、九州しおさめです。本日はですね、2024年のですね1月の20日となってますね。本日はですね、熊本県のですね大津町にあります、JR 九州の JR 肥後大津駅、阿蘇熊本空港に来ております。本日はですね、なんか、とあるですね事業用車両 DEC で741っていうですね JR 西日本のですね、事業用車両がですね、なんと今日九州入りしてるそうなんで、まあ、それをですねちょっと今日撮影してみようかなと思ってですね、この、JR 豊肥本線のですね、折り替え駅でありますこの肥後大津駅にやってまいりました。では今からですね、入線から確かこう折り返しなので20分ぐらい止まるっていう話なので、ちょっとこのここでですねゆっくりと撮影しようかなと思ってですね、来ました。で今日はですねジンバルと、ビデオカメラをですね、併用して、初めて実践してですね、やっていこうかと思っておりますので、まあいい画像が撮れるからどうか分かりませんけども、どうぞじゃあ、ご視聴ほどよろしくお願いします。ただいま JR 九州の肥後大津駅に到着しました。 DEC741 型、ただいま列車が並んでおりまして、こちら普通の列車なんですけど、なんとですねこれ宮地行きのキハ200系なんですけど、元シーサイドライナー色のですね、車両となっています。だからこの並びまでレアですね。でこの DEC741 型、実はですね JR 西日本の車両でございまして、なんとこの JR 九州に入ってくるのも結構なレアなことでございます。ただいまですね映してます DEC741 型101型は、検査室および、作業員の方がですね、作業所となっております。また屋根の上にはですね様々なセンサーが置いてありまして、まあ、この列車は電気設備、また点検をする事業用の車両となっております。仙台にありました雲屋443441ですかね、それの後継車ともなっています。まだ JR 九州にはですねこういった減速する車両がございませんので、定期的の点検のためにこの列車が入ってきます。とりあえずですねこの列車ディーゼルの気動車なんですけども、こちらにパンタグラフがございます。このパンタグラフはですね多分架線の状態を調べたりするのではないかと思われます。このですねせっかくですからドアップしましょうかね。はい、こちらの方にですね様々なセンサーがついております。はい、こちらで架線の状態をですね調べる車両となっています。もちろんですねこちらに目をやると、こちらの方に目をやるとですねさまざまなセンサーが並んでおります。でここにも JR 西日本の車両だよということがですねすごくわかります。こちらの車両は、まあ、検査室にもなっていまして、さまざまなこちらにはレンサーがついております。ただいま DEC741 型1番のですね、
天井を映しておりますけども、まあ、ここにはですね、様々なセンサーと照明がついております。もうおびただしい数のですね、センサーがいっぱいついてますね。ちょっと気持ち悪いなというぐらいいっぱいついてますね。いや、私もですね、初めて見ましたけど、すごい数ですね、これちょっと。まあ、これはですね、車体限界といいましてですね、ちゃんと列車が通過するにあたって、ちゃんとですね、その車両に当たらないかとかですね、検査するためのセンサーだそうです。パンタグラフってですね、電気を終電するところがあるから、これ電車なのかなって、私はっきり言って今日まで電車なんだろうなと思ったら、これ ただの検測用のですね、パンタグラフだそうですね。はい、初めて知りましたよ。私これ電車かなと思ってたんですよね。これいいですね。なんか事業用車両なのにすごくおしゃれでいいなと思いますね。DC741型出発です。あ、いいですね。多くのお見送りの方がいらっしゃってですね、そうですね、ちょっと今日まだ慣れませんけど、はい、この後保肥温泉折り返しまして熊本駅に向かいました。